新しい武器使ってみようぜということで、皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。さあ今日なんですけど、まあね、最初言った通り新しい武器使ってみたいと思います。でそれに伴って新しいファッションです。かっこいい。はい、そして使う武器がこちらですね、エクスプロシャー。ちょっと使いたかったんですよ。前からやっぱ重たい武器といえば、ダイナモローラー、そしてエクスプロシャーとかって話したんだけど、エクスプロシャー実を言うとまだ使ったことありません。右上見て熟練度っていうのがあるんだけど、これどんだけ使ったかっていうのが分かるんだよね。一回でも使ってたらね、この熟練度が増えるんだけど、まあ例えばもね、これバリアブルローラーとかダイナモローラーとかだったら、まあ星3、4とかだったりして、まあぼちぼち使ってるなって感じなんだよね。だけどゼロ、初めての仕様となります。ということで今日はね、ちょっとそれでエクスプロシャーを使って遊んでみたいなと思います。さてね、とりあえず構成というか、構成がまあメインたくさん打つね、メインとあとイカ速、足遅すぎるのでイカ速って感じで行ってみたいなと思います。ちょ、妹デフォルトにしとくか、武器構えとくか、とりあえず武器ポーズ、うおこんな感じなんだね。武器はかっこいい。さあエクスプロシャー、ぶっちゃけ使い方全然わかんないです。まあとりあえず、爆風の一発ダメージ35で、直撃当てが55か。だから直撃2発、もしくはこれ爆風で90、あとプラスなんかって感じ。で、サブがこちら、ね、ポイセンですね。で、スペシャルが雨。まあ雨はまあいいや。まあとりあえず壁塗ったりとか、塗り性能はやっぱ高めなんで、まあ、物陰に隠れてる敵とかをうまく狙ったりとか、当てたりとかしていくのかなって感じだと思うんだけど、ちょっとまだ使い勝手練習していきましょうか。ぶっちゃけ使える気せん。さあ始まります、ラブリオトル。エクスプロシャー使えるのか。さっきね一回使ったんだけど、3対4でボコボコにされたっていうことでもうトラウマだったんですけど、で頑張っていきましょうか。今度こそ真のデビュー戦行ってきます。いやね、これぶっちゃけこの武器ナーバリバトルでは持っていくべきではない武器なのかもしれない。そう、なぜかというとむずい。そう、何がむずいって、そう、とりあえずむずいで、とにかくむずいっていうで、おらー雨降れー、とりあえずよし、嫌がらせも抜群、オッケー。とりあえず敵陣地自陣で軒並み塗っておきましょうか。一回やばちゃめっちゃ待っとった俺のこと、好きやなあんたわしのこと。さあエクスプロシャー今のところどうですか皆さんね、よくわかんないでしょう。僕もねよくわかってません。やっぱね、この爆発ドーンのね、着弾したところので、ね、塗りの力は高いことはね、こうやってドーンってわかるんだけど、当てるのがマジむずいよなっていう。ほんと味方を守りに行きたいねってことで、よいしょ。さあ向こう側に侵入できないエリアを作って、おい、めっちゃみんなのバレてる俺に姿、イエーイ、エクスプロシア気持ちいい。いった、こわ、ういやばいっす、許してください。おい、いや怖いっす。雨とりあえず降らすとこ、やべっち、ほい、やばい、俺落ちちゃったよもう。助けてください、誰か助けてください、僕のこと助けてください。よし、こっちから行こう今度は。はい、さあいい感じに、いや死んだわ普通突っ込む武器じゃないちょ、普通にクソ下手クソなんだけど、どうしたらいい、みんなこの武器むずいぞ結構。 X 勝ったけど試合激ギリギリじゃねえか。さあ実質デビュー戦なぜか勝ち、塗りポイントナンバーワンなんだこれ、イエーイ。いや全然なんか喜べねえX むずすぎる。初めて使うエクスプロシャーなんだろう。まあでも、勝ったからいいや、勝ったから。ちょっとこのギアも開けていこうね。あ、いいのついたな。さあ行こうか、やーからー。縄張りよりバンカラマッチとか映えそうだよな、映えるっていうか強そうだよな。ちょっともうちょっと連動上げたら行ってみようかな一回。 X くん、
X は多分可能性あるぞ。味方に塗りを全部ちょっと委ねるっていう最悪の方法で、あ、死んだわこれ。あ、死んだわって。で、死期を悟ったでしょ今。さて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 、さ、みんな今落ちたね。今のうちに塗っちゃいましょうか。えい、まあ、とりあえず塗れるところだけ。よいしょ、ちょっとな、ここ入れて、俺を入れてくれ。はい、うい、ナイスワイプアウト。さあ、あと適当に敵陣地塗りましょうか。ね、自陣側もちょっと塗っとかねえと終わるんで、難しいとこなんだけど、これって。X? マジで X メイン管理むずない?ねえ。マジむずいけど。よいしょ。死ぬ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 。おい、なんかめちゃめちゃチャージャーだらけやこの世界、怖すぎるやろ。イエーイ、みんなそんな感じになーれー、みんなそんな感じになーれーそんな感じやー。おい、その辺におるやつ、えい、イエーイ、嫌がらせ大好きダイダラでーす。いいっす。とりあえずあの辺にこれね、わ、ジャンプせんでもええのかもしれん、もしかしたら。なんかやり、よし、うざそうだな。わしゃの立ち回りはうざそうやの。うい、極太ビーム来た。うれい、なん、すっげえ攻めてくる、おもろすぎるやろ。よいしょ、よいしょ。さーて、 X くん意外と慣れてきた俺。 X くん、やくしんとくしん、よいしょ、ナイスメタダーオ、ほい、やれ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 、ほい、雨降れなんだこの戦いは。おい、めちゃくちゃじゃねえかマジでチャージャーの押し付け合いやろ、何この試合。俺勝ちです。いや、おもろいな、 X おもろいけど使えてる騎士でちょっとずつ使えていこう。はい、全然キルに貢献はできねえけど、ポイントセンサーがやっぱ強えと思うんだよね。なんで、これで前出てこれないじゃん、あれあると。はい、ここから先、通行禁止、みたいな。あると、めっちゃ強い気がする。よし、さあ、ガチアサリ、ちょっとね、持ってきました。アサリですけど。やばい、味方をこらんといてくれ。初めてのバンカラマッチ。行ってきます。初めてのバンカラ X。いやでもやっぱバンカラとかで練習しねえとなーって俺思うけどな、やっぱ。だからバンカラ練習していきましょう。ちょ、まず塗り固めていきますね。はい、まあ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 、まずは一人映りました。やべえ、俺も映っちゃった。えへへてよいしょ。ジャンプせんでええやだな。そうや、さっきの学び生かしていこう。ジャンプせんでも全然いけるねえ、そういうこと。ほい、とりあえず雨降らしておいて、うーん、金網を貫通するのかな、わかんねえ。よいしょ、なんか一人当たった。やだかやり、うわ、やけやられ、ゴー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 、後ろ、裏来て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 、やべ、みんなやられた。ナイス、バームぶち越し、ナイスぶち越し、フォーエバー、いいよ。よし、さて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 、はい、まずのみんなの位置がもうバレバレーというわけでリンクで、はい、みんな帰って、本当。よし、一発当ててる、ナイス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 、よし、ナイス。さあ、俺なんか今眺めてただけな気がするけど大丈夫かな。
で、メインインクがもう足りなさすぎて吐きそうだけど、よし、ふい、いい感じですわ。裏来てますわ。やべっさー違う、サブをね、床に置いちゃう癖ってね、ダイナモローラーの癖なんだよな。床にスプリンクラー置くとさ、そこに一瞬で足場ができるのよ。で、そのおかげで多用しがちってやつ。やべな、これはく苦しい。いや、メインがインクだよ、クソ雨打てばよかったやばい、ここで連動が出てる。若干の連動がまずいぞ。さあ、入れられております。はい、苦しい。だX じゃどうしようもねえ領域、それは。さあ、残り1分、ちょっと差を詰められてます。ナイス、ちょ、取っていこう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 。まずいぞ、これ。よいしょ。一人やって。いいよ、全然。うい。ここの民をやっていきたい？ナイス？うい。いや、俺は別に。よし、ふぅ、全然前上げられねえ。敵に落ち、やべっす、ボムで死んだ、最悪だわかわか今のは。とまだ負けるな、とまだ負けます、とまだ負けます、とまだ負けます。はい、クエッス、こういう時にどうしようもねえな。最後みんなと一緒に押し込むのは多分強いと思うんだけど、ちょっとずつじわじわ一人ずつやっつけたりとかはまだまだ難しいな。これもうちょっとエクスプローシャー練習します。アシスト数だけやな、うん共闘のアシストしか取れねえ、まずい。さて、ちょっとまだ俺はエクスプローシャーを使いたい使いたい使えるかな、使いてんだよ俺は。頼む、行きます。いやね、どう使うのが一番いいんだろうな。ちょっとずつ、まあ、何戦かした時のね、学びはまだあるので、それをうまく使いこなしていって、まあ勝ち筋を作っていきましょう。はい、いや、きっつ、あの辺俺やろ、ね、よし、うぜ、インクねえっすね。青色ってインクのさ、うわ、何してんだ今、何してんだ今。まるみさん、まるみさんだ、残ってたんか、クソ。いや、今のはマジでやらかしだな。まるみさん全く見えんかった今の。ねえ、青色って見づらいなマジで。よし、さて、敵さん残念でしたね。ナイス、なんかめっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。よいしょ、ナイス味方、いいよ。敵さん大量撃破、これで。ねえ。いや、マジでしんどいけど、これ。ほい。で、まず一人。よいしょ、ナイス。一旦ね、わかりやすくしておきましょう。どこでも死ぬかもしれん。よし、みんなで行こう。ナイスだわ。うぅ、やばいっす、やばいっす、インクです、危ないっす、やったっすいいよう、ぅ、死ぬかもしれん機動力ねえな、マジでこの武器。さあ、ちょっとずつ上げていきましょう。前にボムで死にかも、死んだかもと思ったけど、生きてた。怖え、マジで。はい、さあ、とりあえずいそうなところに仕掛けていってます。はい、
ちょまちょまちょまい。苦しい。俺に10発やめろってまして、わしだ。ひどいよ。ひどいよ。そこまでしなくてもいいじゃんっていう。まあ、とりあえず、いやらしいことをしていかなきゃいけないんだけど、どっちも牽制合戦だな、今も。やべ。やべ。あと一発ぐらい。ナイス。ダメ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 。先生、前を止めましょう。いやー、ちょっとまずいですね。これ、ちょっと正直な話。はい、そこね。はい、敵さん。はい。いや、もうとりあえず、もう雨降らそう、もう。だるすぎる。よし、ナイスナイス。いや、僕、そんなところにあるなんて聞いてないわよ。ピエンちゃん。飛ぶわ、一回。無理。よし。あと一回入れたら勝ちのレベル試合だってこれ本当。もう試合の方が最悪だ。ダメだダメだ。もうボムボムとボムとかの全部あれの影響で俺がもう俺が勝つ。あかん、これまずいっす。ちょっとゆっくりいきます。これは僕が寄り固めながらいきます。はい、じゃあいきなりこれはまずいですね。回収しまーす。ゆっくり行きましょうよ、皆さん。オッケー、オッケー、オッケー、ナイスー。しんど、しんど、じわ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 っていう。この押し上げよう。5分間のじわじわ具合。吐き気がしたわ。よし、というわけで X でした。意外と悪くなかったんじゃないの？ね、ちょっと後半最後はボムで死にまくったけど。ね、戦いも、それなりにできたんじゃないかなと思います。おもろかったぜ、結構この武器。もうちょっとなんか、ね、練習したら俺向いてるかもしれん。はい、というわけで終わりたいと思います。いかがでしたか？エクスプロッシャーです。ドゥン！まあ、なんかね、やっぱすごい敵に対して、後ろ組から、いそうなところに対して撃って味方のカバーとかサポートしていくっていう感じの武器っていう感じで、ダイナモローラー使ってる時の、そのサポート寄りの意識をより深くやっているっていう感じの武器かなって思いました。ね、割とね、前から使ってみたかったような武器で、ちょっとやっぱね、面白い武器だなと思うので、もうちょっと今後も使っていく頻度増やしていこうかなと思いまーす。ちょ、ギアが今はね、あとメインとイカ速なんですけど、もっといいのがあったらぜひとも、ね、X 使いの方いたら教えてください。はい。というわけで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。で、こんな感じの爆発最強エクスプロッシャーでした。ちょっとね、まだちょっと当て感がね、まだ正しく定まってないので、もうちょっとね、練習していっぱい当てれるようになっておきたいと思います。はーい。今後もね、こんな風に新武器とかいろんな武器開拓とかもどんどんやっていこうと思いますので、ぜひともよろしく。はい。それでは、チャンネル登録してない方、チャンネル登録、高評価よろしく。また見てくれ。おつぽよー。これ好き。